おはようございます。今日は6月の11日ですね。 K パワーズ大阪本店さんでの収録です。まどまぎ9時50分最終回になります。取れちゃいそうです。取らないけどねめっちゃ早いな。おはようございます。さあ早い番号なんでまどまぎ行ってもいいんですけど、おはようございます。どうだ、まどまぎ行く人いるかな。あ、空いてるね、窓2は。窓1は埋まってるわ。さあ、チャマ行きましょうか。よし、じゃあ、ここの、チャマ行きましょうか。肛門チャマ、V ですね。寝台今日は攻めます。行きましょう。出ちゃうウェブチャンネル、YouTube をご覧の皆様、こんにちは。出ちゃう編集部のコシアンです。今回75回目の実践ホールさんは久々の大阪ですよ。大阪府大阪市港区にある K パワーズ大阪本店さんになります。こちらです。よっ、まあ、こちらのホールさんはね、僕自身は、来店実践で何度かもう何回かな、 4,5 回ぐらい来てるかな。まあ、来てますし、あとはね、有名なライターさんや演者さん、まあ、あとは YouTuber の方とかもね、まあ、すごい、来店されてる有名なホールさんということで、まあ、今まで来店の時はね、あまり個人的にね、いい思いをしたことがないので、今回は収録ということもあるので、しっかり楽しませて、さらに、勝てるように頑張りたいと思います。久々の大阪なんでね、勝って焼肉食って帰りたいと思います。それでは第75回目実践スタートです。では行きましょう。1回目、パチロ肛門チャマー V でいいのかな、これはオリンピアさんの信頼ですね。で、まず最初にやることがあるんですよ。メニュー画面を開きます。で、このね、おぎんカスタム、この肛門ちゃまって、このね、3人、これ、4人か。あ、弥一含めると5人、これおまけです、こいつらは。主役はおぎんちゃんです。で、のナビカスタムがね、なんか3種類あるんですけど、このファンタスティックとか一番おすすめです。で、下パネルカスタムもね、こういろいろあるんですよ。まあ、こっちもいいんですけど、やっぱリアルおぎんちゃんなんですよね。個人的にはこれか。これ。でレベル500でね、いろいろ出てくるんですけど、まだ出てこないんで、まずはこれからいきましょう。ロッカールーム、よし。で、今日はレベル500達成するまで打ちます。さあ行きましょう。では行きますよ。準備整ったんで、で、初めて動画で打つんで簡単なゲーム性、紹介しておきましょうか。ボーナスプラス ART タイプで 5.95 機ですね。で、 ART への突入契機が、まあ、基本はボーナスからになります。あとはね、チャンスゾーンがね、2種類あるんですけども、これ、チャンス面になりますね。で、チャンスゾーンがあるんですけども、突入率がね、約6000分の1と、まあ、1日打って1回入るかどうかぐらいの確率になっているので、まあ、ほぼほぼ、うん、ほぼほぼって言うとおかしいな、日本語は。ほぼ、ボーナスから突入するっていうルートになります。なので、まずはボーナスを引くところから。まあ、今日はね、軽減時5倍券使ってるんで、多分500まではすぐ行くと思いますけどね。お、強チェリー予想、あ、10%、これが要はバチェバチェリーってやつですね。あ、え、嘘でしょ、はいきなり 80% 外れたろ。え、これボーナス当たってるかないかな。ああ、ねえわ。おいおいおい、いきなり 80% 外れたぞで、この台で特徴的なのが、ボーナスに関してなんですけども、ビッグに関しては一切設定差ないです。設定差のあるのがレギュラーのみと。で、 RTA の突入契機が、まあ、主に、ビッグからになりますので、まあ、完全に引き台ですね、この台は。引きで何とでもなる台です。
え、レベル2とかいつ決まるの。うわ、どこで決まってるか分かんない。多分性もうハンマープレスが当たった時に決まってると思う。あ、やべやべやべ、今ちょっとキーちゃんと話してたら、さあ、チャンス目も引いたよ。いや、やべやべやべ、当選ケーキがやばいぞ、初ボーナスがこれはまずい。当たってるわ。205ゲームで、まあおそらくチェリーでの当選はね、期待と確かボーナス当選来たと1杯ぐらいしかなかったんで、バチバチですね。わっ、いきなり同色ビッグだ。さあ、206ゲーム投資が、8本でございます。で、同色ビッグは、変幻自在ボーナスと、あとはもう一個上に強い、ボーナスがあります。要は成立時の内部状態で、ボーナスの、種類がちょっと変わるという形です。では最初のボーナスですね。いきなり同色ビッグで、ビッグ中は、基本的に子役ゲームと弱ゲームを繰り返します。これでジャックインです。で、リールが一瞬ババってフラッシュするときあるんで、その時だけレア役狙ってください。ジャックゲーム中はレア役来ないんで、フリー押しでいいんですけども、子役ゲーム中は一瞬フラッシュしたら、レア役を狙うと。で、ジャックゲームがまあ見た目上このベルがこの上にずれてる方ですね。こうなるとオギンが参戦して、バーを狙いカットインが出てくるんですけども、これですね。お、赤だ。止まらなんだ。要はこっちのジャックインがね、2種類の、フラグがあって、こっちが強い方のジャックですね。こっちが引ければ OK と。で、同速ビッグに関しては ARD 当選期待度、66%、約 66% あります。これ止まったことがね、一度もないんですよね。さあ、ソロワードじまいと。で、 ARD 入るときは基本的にこの後に前兆ステージを介して、当選告示が発生します。さあ、これ汚名返上というのが ARD の前兆ステージになりますね。で、これさっきのボーナス中に、まあ、ARD に入るかどうかっていうのを、示唆します。で、この公約中、まあ、公約中か、この汚名返上中かにボーナスを引いたら ARD 当選確定です。で、まあ、ここに、ね、公約でいろいろ出てきてるんですけども、この間、ここの公約が増えれば増えるほど、まあ、こんな感じでね、まあ、ART の、まあ、当選期待度が、まあ、上がっていく感じですかね。まあ、公約の内容にもよるんですけども、なのでこの場合はこの後の連続演説でチャマが出てきたら、まあ、当選確定という形ですかね。で、これで誰が出てくるか、これでチャマ出てきたら OK で、ダメと。お、赤文字出現率が上がった。いいよいいよ。よーい、してダメーと。まあ、今回は、ARD 当選ならずと。まあ、こんな形で、基本的にはもう、ビッグを引いてそこから ARD に、突入させるといった流れになりますね。あ、ちなみに私まだあのこの台打つの3回目なんで、昨日一昨日と打ったばっかりで、そこまであの使用を把握しておりませんので、ちょっと間違ってたらもう本当申し訳ないです。早いな、もう2人目だ。大丈夫かな。やばい、3人目です。早い、まだボーナス1回しか引いてない。700ゲームで、今同色ビッグ1回、
異色ビッグの方が引けてないですね。しかしマジ当たんねえな。あ、これ単独ボーナスですね。単独移植ですね、592ゲームです。投手はもう24本ですやべえってで、移植ビッグも基本的には、共通ビッグと同じです。公約ゲームと弱ゲームを繰り返して内部的にポイントを貯めていき ART 抽選をしますと。で、ジャックがね、強弱ありまして、強い方の弱インの方を引けるとこの、ジャックゲーム中に、この V 字にベルが止まって、あ、これですね、今煽りが出たんですけど、ここの、まあ、見た目上でベル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 で右下段ベル、まあ、中段にリプレイ、定位リプレイが、強い方の弱です。これですね、 V になると払い出しが15枚になるんですけど、15枚な払い出しだとここのメーターのポイントが上がっていって、まあ、ART 当選期待度を、させております。これですね、カツジャック、中段リプレイ、チェリーリプレイ、こっち行くとこのジャックゲーム中に、15枚役の払い出し、まあ来やすくなると。おじゃ、これ、カツジャックで出てないですけども、強い方のジャックですね。ポイント貯まるかな。30、あー10しか貯まらなかった。さあ、206枚でございます。このボーナス白画面もなんか設定したとか確かあったかな。さあ、前兆ステージ突入と。うわ、マジか。これレベル、ハンマープライスのレベルが3だな、これ多分。で、移植ビッグからの ART 当選期待度は約 30% でございます。お、マジか。ダメ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 、まだダメ。あー、行っちゃった。はい、お、いいよ、 3.5。 いいよいいよ、チャンスアップ来たよ。赤文字来い。やったー、これ家康降臨ですよ。やったぜ、 ARD やっと入りました。これ家康降臨お約束するってことは多分ハンマープライスのレベルは3ですね。さあ、とりあえず、初当たり ART 来ました。32ゲーム、水戸勝ラリーという ART になります。さあ、行きましょう。純増枚数は1ゲームあたり約 0.8 枚と。で、ゲーム数に関しては、で、突入時に、液晶左にしてあるこのハンマープライスというもので、ゲーム数を決定しますと。で、セット数やゲーム数の上乗せなどはなく、ART 消化中にマイルというものを貯めて、貯まると、ハンマープライス、ゲットできて、そのハンマープライスを使って再びゲーム数を獲得するというシステムになります。
でマイルを3000、貯めると、有力間完走確定となります。なので目指すは、3000マイルですね。さあ行きましょうか。まずは、初期ゲーム数決めます。さあハンマープライス、要は引導ですね、これが。で今回はでこのハンマープライスレベルというものが3段階あって、今回はこれレベル3です。なんでもう家康、さっき僕降臨って言ってましたけど、正確には家康再臨です。初めて見たこれ。さあ行きましょう。もう1個しかないもんね、このだるま落としみたいなやつが。さあ家康再臨、最低歩数が200ゲームです。で内部的に1ゲーム上乗せを 99% ループさせて、ゲーム数を決定しております。今回はね、家康が歌ってくれます。ちょっとだけでいいから舗装より乗ってくれ、頼むぞ。舗装です。まあしゃあない。さあ行きましょうか、200ゲームスタートです。あ、規制でいいとこいますね。で、RT 中はステージが4種類かなあって、このステージはマイルが、溜まりやすいステージになってます。で、100マイル貯めることにスタンプが押されてって、一番右まで行くとハンマープライスゲットです。で、一つのスタンプが、100マイルで、次に進みます。お、チョモまで行った。ボーナス。あ、赤色なんでチャンスアップですね。まあ1個前のバチェバチェリーで当たってるんだと思います。さあボーナスですね。さあバチェバーチェリーからのレギュラーですね。このレギュラーは設定差ないです。82ゲームで、レギュラー中は1回だけこの赤7バー、これ止めてください。で残りはここ以外を狙いながら、振り打ちで OK と。で RT1 のボーナスに関しては、マイル、獲得抽選でありますね。これがねすげえ大事なんですよ。レギュラーの獲得枚数少ないですけどもね、マイル貯めるのがね大事なんで。さあでレギュラー中の、キャラクターに関しては設定差もしておりますと。お、なんでレギュラーなの、チャンス目からのレギュラーですね。62ゲームかな。さあ、今500マイル貯まったので、ハンマープライスゲットできました。で ART 中にハンマープライス獲得した場合はゲーム数を使い切ってから、そのハンマープライス、消化します。で、まあ、ハンマープライス貯まりきってなくても、溜まってるマイルに応じて ART ゲーム数使い切った後に
まあ、ハンマープライス獲得する抽選を行って、それに当選すればハンマープライスはもらえるっていうところもありますので、まあ、短いゲーム数だとどうしようもないというわけではないんですけども、まあ、やっぱり100、200ぐらいまとまってもらってからが勝負かなと思います。さあゲーム数使い切りました。でハンマープライスを1個ゲットしているので、ここで発動です。さあこれがレベル1の状態ですね。まあ、火力と強力とありまして、まあ、選択する方で、まあ、どの上乗せ特化ゾーンが出てくるかが異なると。結構いいんですよね、 28% で、まあ、どっちが出てくるからね。まあ火薬いっときましょうか、とりあえず。んなわけねえだろ、強力いくぜ。さあ、28% でお銀弾部が家康降臨と。でここのこれもね、いろいろパターンがあるんですよ。もっと強いやつがいっぱいあったりとかね、要は期待度のスターになるんですけども、あとはチャマの持ってるハンマーも金色とかあるんですけども、これは多分上乗せですね。はい、行って、はい、ダメと。で強欲の場合、上乗せが選択されるとプラス20ゲームです。まあ、そういうリスクもあります。で火欲の場合は上乗せを選ばれてもゲーム数多くもらえる、こともありますので、まあ、好みに合わせて選んでください。さあ20ゲーム消化したので、ここで終了です。で今回はマイルが全く溜まってなかったんで、このまま終わるんですけども、 ART 終了時に引き戻し抽選あります。で当選率が約 15.6% ということで、はい、ダメと。で今回はハンマープライス2回で372枚。でまあこれを繰り返すゲーム戦になりますね。で今回ちょっとねボーナス絡んだのが、レギュラー2回というわけで、枚数はちょっと伸びなかったですね。ちょっと気分転換に変えよう、カスタム。お銀ちゃん可愛すぎるよな。うわ、なんだこれ、袖つん、やべえなこれ。ぷんぷん丸、ぷんぷん丸。うわ、お銀乱舞のやつはやっぱここに出てくるんだ。うわー、これもいいな、特等席。うわ、ポカポカもやばい。うわ、プンプン丸やばいな。あ、肉じゃがにしよう、男の夢肉じゃが。これ設定するとサパネルに出るんですよ。自分の好みがもろバレするな、これ。あとでプンプン丸にもしよう。お、ステージが超合格ステージ来ましたね。有力感とは別に内部状態が4種類あって、合格超合格はボーナスを引くと ART 当選のチャンスと、で超合格中に関してはボーナス引いたら ART 当選確定となります。濃厚って言っておきましょうか。でレア役を引くと、超高額中のゲーム数がリセットされます。20ゲームまでね。 ST 式の、ステージになります。あ、来た、熱い、これ熱いです。このデータ準備中、いやー、緑か。はい、いや、これは弱いわ。ないと思ったけど、やったってことは、どうあれ、もしかしてこれで当たったかもしれない、これあ、これかもしれないわよし、やった
レギュラーだったら今の演出中の、バテバテリーなんですけど、え、え、直当たりするの、ごめんなさいね、私の知識不足で直当たりするみたいですわ、失礼しました、超合格中はなんかレア役天井っていうのがあって、それが最大8回と、なので規定外数レア役が成立すると、それでやるに確定するらしいです。それですね、まあ、ボーナスはなかったと。しかしボーナス本当引けないね、大変失礼しました。まあちょっとまだ3回目なんで打つのがね、まあ許してください。さあ行きましょうか、投手が今全部で25本でございます。さあすごいよ、38%あるからね、家康氷。ただねちょっとお銀乱舞も見せたいんで、火力行きます。じゃあ 40% でいいのが出てきますよ。いや全然普通、ハンマーも普通、よいしょ、あーバカ、まあまあこれも一応見せとかないとあれですからね。あースケさん、カクさんか、俺はサトシの時に見せりゃいいやつなのに。さあ何ゲームかな、42ゲームですね。ちょっと待て、やべえぞ枚数が。16枚。ちょっとこの枚数は、42ゲーム消化で16枚。一応お銀ちゃんの煽りは1回出てきてたけど、さあ来い、ダメー、どうしよっかな、まあ、今なんですけど1500ゲームでビッグに書いてレギュラー3回で、まあね、隣が空いてんすけど、こっちがね今1600ゲームでちょっとレギュラー7回、まあ、ビッグは設定差ないんですけど、まあ、7回引けてて、で僕も見間違いじゃなきゃチェリーからレギュラー引いてんすよね1回ね。ちょっとねこっちに移動しますわ。設定どうこう言われるそうな気もしますけど、ちょっとねあまりに何も起こらなさすぎるんで、ちょっと気分転換も変えてこっちに戻ります。戻りますかね、こっちに移動します、すいません、はい。さあ頼むぞ。ただねさっきの台は経験値5倍券使ってたんですけど、もうチケットがなくなっちゃって、うん、3倍券になっちゃいました。500行くまで耐えきれるかな今日。やべえもう4人目だよ。やべえって。お、赤い赤い、これは来ただろうボーナス。来たけどレギュラーだ。393ゲーム投手が今全部で37本、5人目です。今40本使ってビッグ2回しか引けてない。あれ、あ、投稿か、さあチャンス目引けた。いいよいいよ。お、これは、さあ来たぞ、引いたぞ、はい、ダメか、あ、引いた、もう OK、 やったぜーボーナス引いた。よし、バチェバチェリーからですね、93ゲームだったかな。
さあ180マイルと210マイル、そして ART 突入です。さあ行くよ、もうハンマープライス。まあ、中途半端なゲーム数もらってもちょっとどうしようもないんで、強欲いきますね。あ、いやーけどおぎんラムやりて。強欲だなー。38番ね、最初に言ってた人が3回強欲やってダメで、俺も1回やってダメなんで来ます。いやー全然普通だよ。で、ハンマープライス2のレア役は、ハンマープライスの速攻抽選ですね。はい、だー、一応逆転もありますけども、ダメでーす。ハンマープライスももらえてないといやーダメでした。さあマイルがちょこっと235溜まってるんで、あ、なんか引いてるジェリーか。まあ勝てんですね、勝ったらハンマープライスなんですけども。お、わ、アタックビジョン来た。うわ、ちょっと鍵早く鍵早く映して、超かわいい。いい、はい、タッチ勝ちました、よかった。よし、まあ強欲でいきましょうか。レベルにもよりますけど、まあ強欲でいっか。また普通だし、ハンマーも普通。はい、ノー、また20ゲームだ。チキショー。さあ終了、今回はマイルも溜まってないんで、あとは引き戻すゾーンだけですね。おぎんさん来い。お、来た。さあこのおぎんさんも内部的にループ率で、ゲーム数を上乗せしていくらしいです。平均90ゲームとかだったかな、おぎんさんは。で、水戸まで行くと確かだいぶ乗ってるんだったかな。まあだいぶいってるけど、どうなのこれは。おお、ジジイすごいことになってるぞ。海外まで行ってるじゃねえか。海外まで電車走ってないでしょ。これ何ゲームぐらい乗るんだろう。はい、おお、300も乗った。この309ゲームまだまだなんとかなるわ。よし、行くぞ。さあとりあえずおぎんさんでいただいたゲーム数は消化と。でハンマープライス1個もらえてるんで、さあ、ゲーム数は載せてございますよ。まあ強欲働くまでやっちゃいますか。はい、普通、めっちゃ普通。よいしょ、ノー、取れんな。さあマイルがちょこっと溜まってるので、さあバトルですよ。チャンスアップパターンなし。これはちょっと厳しかったですね。
さあ、おぎんさん、もう一度、ボン、ノウ。というわけで、今回は、580枚、ゲーム数は、369ゲームかな。やっぱビッグは来てないから、枚数があんまり増えないですね。じゃあ、もう一回当たるまで行こう。ちょっともう一回やるで、初当たり行くまで行こう。いや、家康やるまではちょっと、それはどうかな。確かにな、これじゃあね、何のために打ってるか分かんないよな。ちなみに昨日と一昨日と2日間打ってきたんですけど、昨日はしっかり、有力感完走しました。エンディングも見てまいりました。その時のお銀ちゃんはね、ちょろいんだったんだけどね、今日はちょっと硬いな。いくら吸い込めばいいのかな。ちょっとパネル変えよう。おねぼうさんにしよう。ちなみに、ちゃま V は4台あってパネル変えてるの俺だけです。27ゲーム、あー、これこれこれね、これ、あ、やっちまったー。やってもうた、手離してもうた。脈もの動かさなきゃいけなかったのに、27ゲーム、もうやる気なくしちゃった俺。あー、もうテンション激言えないし、もう今日はもう一番見せたかったやつなのに邪魔打ってて、興奮しすぎて指離しちゃったよ。さあどうかな。はい、ボーナス、ボーナスでございます。お、はい、お、よし、さっきのバチバチ当たってる。しかもレギュラー否定してるから、おし、 OK、白い頭の2色ビッグ、おし、 OK で、お目返上中なんで ART 確定でございます。もう ART 当選済みの本選長中だったら、おそらくハンマープライスもらえるんじゃないかな。どうなんですかね、17ゲーム、さあ行くよ。 ART だぜ。さあ、スタートでございます。さあ、行くぜ、38番。おし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 、サイレン多いよ。これはもらったでしょ。いやいや、逆転。うわぁ、嘘やぁ、嘘やぁ。頼むって、じゃあもう頑張れお前。はい、よいしょ。だもう、さあ、散々チャンス来たけど全部ものにできませんでした。さあ、おぎんさん来い、来ない。今回は ART60 ゲームです。はあ、さあ、レベル500目前にして出玉がなくなりました。
追加投手俺以外全員お銀乱舞やってるよ。俺だけだよ、朝から打っててやれてないの。お、来た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 。え、スイカで。お、なんかめちゃめちゃ熱そうな演出が来たぞ。 4.5、 これはいいよいいよ。さあ、赤頭っすね。いや、多分ね、赤同色だ。はい、やったぜ。さあ、やっと本日2回目ですね、同色は。同色の合算員、だいたい1400ぐらいなんで、もう1回ぐらい引いててもいいんですけどね。追加投手ちょっとしたんで、47本。赤色、これ赤色で来たいぞ。ああ止まった。 ARD 入りました。よーし OK。 さあ行くよ。右の人も左、右の人も左の人も強欲の24発掴んでるんで、俺次は俺の番だ。いやもう時間的にそろそろやばい。頼むぞ。一日打ってて一回も成功しないとかシャレになんないんだけど。38番だ。はい、めっちゃ普通だし、これダメかな。これはいっていって、よいしょ、ダメだ。短い、あまりにも短すぎる。二周ゲームおぎんさん、俺を助けてくれ。ない。二周ゲーム終了。あー、さあレベル500になったよ。さあレベル500で何が解放されてるのかな。あ、既読する。床ドン、これはいいね。お熱、これもいいね。あー出た、歯磨きプレー、これいいよな。これやってみたいんだよな。え、あ、お手当て、なるほどなるほど、お医者さんなんですね。あ、なでなで、これはやばいな。なでなで、あご食い、この辺か。500解放はまあ上の方にもあった気がするけど。あ、あ、そういうことか、分かった。今日ね、お見せできなかったんですけどね、こうスケスケのなんかね、やつがあるでしょ。それのバージョンで下が、あー、いい。なるほど、そういうことか。いくら俺にこれを打たせる気だ。あ、スクミズになってる。変幻萌えバージョン。なるほど、よし。いやー、これでプレイ下がったな。これで、500達成したんでやめまーす。さあ僕の打ってた、コウモンちゃま V なんですけども、ビッグ15回レギュラー19回。少ないよこれが。ハンマープラス11回ということで、で次上のデータね、ちょっとねこっちの表示となんか食い違っちゃってるんで、こっち上のデータはちょっと参考にならないですね。でスランプグラフが、これ赤いのが今日の僕ですね。
まあ、引けてはいるぞ。ビッグも結構引けましたし、レギュラーもちゃんと引いてますし、まあ、やっぱりあの1回も強欲で、勝ち取れなかったんで、もう完全にそれですね、範囲は。で、ですね、朝一僕が打ってた方、まあ、ちょっと、もうお願いしておさ、スランプガード出させてくださいってお願いはしてるんで、まあ、ちょっと打ちさせてもらってますけども、まあ、赤いところですね、まあ、こんな感じで、でもう死んでるんですけど、次の方が打たれた瞬間に、設定4以上の、確定画面出てました、この台。びっくりしますよ。で、僕の右の方、ちょっとこちらの方もお願いして押させてもらうっていうお話はしてるんで、触らせてもらいますが、まあ、こんな感じで、もみもみしながらもプラスと。で、設定2以上の下は出てますね。あ、で、もう一台の、角の玉は今ほんとちょびっとだけマイナスになっちゃってますね。プラスだったんですけども、玉に関してはちょっと信頼っていうのもあるかもしれないんですけど、多分ベース甘めなんじゃないかなと思います。まあ、もしかしたらこれもねあるかもしれないですからね。設定差のレギュラーはちょこちょこ引けてますし、で、フェアリーテールがね、結構すごいんですよ。青ボーナスの方をしっかり引けてて、一番右の台なんかすごいですからね。何回今引いてるんだろうこれ。まあ、スランプぐらいも今すごい、まあ、ちょっと下がってきてますけど、しっかりプラス域キープできてるんで、まあね、もしかしたら飛放電の方も今動いてないんですけども、 5.95 機、ちょっと力入れてるのかもしれないですね。さあ、いい台見つけましたよ。じゃじゃん。パスロモンスターター恐竜先生というわけで、で、私明日もね、大阪での実戦なんで全然まだ打てるんですよ。で、今ね6時、40分18時40分というわけで、時間があまりないんですけども、ちょっとキーちゃん上をでね、データがね、とりあえずスランプグラフ、まずね、今プラスで、履歴がね、ここがね、ちょっと 1,2,3,4,5,6 回、5スルー当たってるんですけど、その次は1回で当たってるでしょ。で、当たりがね、すげえ早いんですよ、ドイツどれも。まあ、ちょっと、打ってみようと思います。ゲーム性をあまり覚えてない。ボーナスが軽くて、で、ART 入ると、仮玉を集めて、その仮玉を使って、大型モンスターを討伐していくと。それぐらいかな、覚えてるの。で、現状は ART 終了後からですね、ボーナスは1回も引いてないと。あ、いきなり。やべえぞ、フラグの種類も忘れ始めてる。スイカ。やばいぞ、すでにフラグ自体もあんま覚えてねえな。とりあえず当たりが早いっていう理由だけで打ってるんだけども、チャンス。よっしゃ、早い。追加投資せずに済んだぞ。早いよ、36から打って52ゲームで、青衣色、もちろんこれでしょう。さあ、撫で回すよ。さあ、どこだ。あー、見つけられなかった。ここもなんかあったよね、ここのエンドカードみたいなの種類で。なんでこった、発見できませんでした。さあ、強チャンスリプレイだったかな、これは。
さあ当たりますよ。さあクエストゲットでございます。さあ、赤7揃いのクエストですね、24ゲーム捕獲にしよう。やけどな、恐竜先生も結構こう引きで勝負する系の台だからね。今日はダメなんじゃないかな。これどうなんだろうな。ああやった、よしやったぞ、オッケー、やりました、捕獲成功、 ART ゲットでございます。やりました、成功だぜ。さあ、チャマでやれなかった分こっちで行こう。さあ行くよ。さあ懐かしい、なんかもうすでに懐かしい感じがムンムンするな。さあ、狩猟先生ですね。まあまあ恐竜化したらインパクトでやるけど、あと告知でいいか。いやー、一個ぐらいでいいから欲しいな。よーし、仮玉、お、仮玉2個ゲット。いいよ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 、もらえてるもらえてる。おお、いいじゃんいいじゃん、いいよいいよいいよ、全然いいよ。さあ仮玉、4個ゲットでございます。さあ6個いくよ。よし、この緑行くまでに仲間集めよう。あ、やばい来た、討伐に成功したら、このあとの ART が、恐竜化します。よし、ここの白い仮玉で仲間を集める、いくぜ。しかもダメージがあと、よし、いいよ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 、はい、お、仲間なんで OK。 よっしゃ、イエース、その成功、おーし、やったいきなりいきなりいきなり討伐できたぞ。よっしゃやったよし、 OK、 いきなり恐竜化やで。いや楽しいなおいさあ行くよ、今日恐竜化したモンスターを、討伐成功できたので、ここからは、ちょっと文字が違いますけども、恐竜戦線となります。ただね、次の玉がね、白なんですよね。次の仮玉が、白色なんで、まあ、ここでどれだけストックできるか。おい、こらストックできんかったやんけ。チャンス目、いいよいいよ、あせっかくいきなり恐竜化したのに、うわー、大丈夫大丈夫大丈夫、まだまだ、いいよいいよいいよ、
よし、OK。まだかよ、はい、よし、OK、飛ばせ、ゴー。いいね、いいね、楽しいよ。こりゃダメだな。これはこれはね、終わりそうですね。お、クエスト、おーし、OK、 いいよ。押し順チャンス目だったんで、もうワン、もう一回上げ取るチャンスですね。レアグよーし、 OK、 全然集まんなかったな。頼む、1個ぐらいくれ。よし、 OKOK、 黄色の仮玉1個ゲット。セーフセーフセーフ、よし、いいよ、よいしょー、よし、 OK、 飛ばせ、ゴー。ふう、ギリギリで繋いでるな。あー、やばい。おお、そう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 。まあけど、頑張った方がなと思います。4と4とで421枚、よし。ちょっとクエスト1回もね絡められなかったんでね、そこもちょっとね、ちょっと残念なところでしたね。さあ頑張ろう。はい、さあ青頭ですね。そして見事に赤頭っていうね。なんで滑ってこなかったんだろう、さっき。92ゲームですね。痛い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 、やるぞ。まあやっぱこれで決まりでしょ、クエストは。あ、痛い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 、いました。よーし、よし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 。さあ今日ジャンスリプレイも引けたのでね、当たってくれました。さあやりにいけたでございます。さあ、30ゲーム差ですね。
さあ、まずは1個、そして緑、よしよし、十分だいぶもらいました。いいよ、白がない。よし、とりあえずここの最初の4つで、あら、あ、さあいけるかな。よいしょ、 OK、 いったんじゃない。よし、 OK、 よし、 OK、 飛ばしていこう。いいね、いいよいいよ、順調、飛ばしていこう。よし、 OK、いけてる。よーし、オッケー、全然やれてるね今日。よーし、オッケー、はい、よーし、セーフ、たまりませんでした。あ、10だ。まあけどね、だいぶいけてるよ。さあ今回は5頭ですね。で553枚、地味に増えてます、地味に。では今回もクエスト引けなかったな。あ、ハンターランクがマックスになりました。アンダーラックマックスだと確定降格は確定モードらしい、背中身のモードが。もうやめられなくなりましたね完全に。今209ゲームなんで、ハマるときハマるからね。今まではね、簡単にポコポコクエスト当たりすぎてるんでちょっと怖いな。アギラー頼む。やっと当たったよ、もうマジで606ゲーム。出玉が30枚クレジットに入ってて、こんだけなんて振り出しに戻りました。で、時間的にもう取り返せる時間がないんで、これラスト勝負になります。最後にモンニャンクエストあるんでこれやりましょう。さあラスト勝負やで。さあ ART 突入でございます。さあ行くよ、ラスト勝負や。よし、 OK、 クエストゲット。遅いよな。いや無理だろこれ、さすがにダメ。ゲーム数もらえませんでした。さあとりあえず1個は、いただけます。本当に1個だった。さあ白3個勝負じゃん。
うわじゃあ実践終了です。お疲れ様です。そうだねーよ。では最後の店内状況を見ておきましょう。もう9時過ぎてますね。で窓マギ2が8台で窓マギ1が4台で、ちょっと窓2から見ていきましょうか。この稼働台が綺麗に出てる。ここはなんだこれちょっと待ってよ。こんな感じで最初の直通し分ぐらいですよね。これはいい感じで出てる。あー、ワルプル2回入ってるね。うん、まあここのデータは分かんないですけども、まあグラフはしっかりプラスでいい感じで右肩に上がってってるんで、全然あってもおかしくないですねこれだと。で2台目は、あ、これはちょっとマイナスですね。まあグラフだけじゃ分かんないですから、これすごいね今日のデータ、めちゃめちゃいい感じで出てる。1、2、今日の最大獲得枚数が3600枚なんで、全然プラスで終わってその感じはあります。で隣も今持ち玉で2100枚で最大が4300枚、ここもプラスでしょうね。あ、ここの窓2すごいですね。カードにめちゃめちゃいい感じで当たってる。これもありそうだな。で1番カードはちょっと最大が1900で現在が669枚とかなんで、これちょっとマイナスっぽいですけどね。まあ、ただ全体的に見てかなり強そう。ちょっと、ね、内緒とかのお話は今日聞けなかったんですけども、まあ、僕もあんま回れてないですからね。で窓ワンは4台、あ、すごいね、5600枚で、その隣が3700枚で、とその横が、4800枚で、一番左角、あ、今ちょうどグラフ、見れてますけども、めちゃめちゃ綺麗で、この方は、ちょっと夕方6時ぐらいにお話聞いたときに、弱チェが、90分の1で通常は1回引かれてると。でデラマがだいぶ伸びてるんで、通常ゲーム数そこまで回されてない形で、まあ、通常引かれてるんで、まあ、全然あると思います。てか窓間際は今日強いですね。僕が今まで、Kパーズ大阪本店さん来てる中でじゃあ、一番強いと思います。他の機種に関してなんですけども、まあ、例えばこのギアス R2 の角っこが、まあちょっと出玉じゃね、分かんない台ではありますけど、今6200枚持てて最高8600枚でしょ。で、こっちに絆がワンボックスダーンってあるんですけども、こちらの、角の台も綺麗ですよね。全くマイナスになってないもんね。今ちょっと一瞬だけど見えたかな。これもね、全然なんか良さそうですよね。グラフだけしか見てないんですけども、こんな感じでちょっとね、角強めなんですよね。ちょっと全体ちょっとあんまり僕今日回しすぎてて周り把握できてないんですけども、まあ、ちょっと角強そうなのと、あと窓巻きは今日はしっかり入ってるんじゃないかなと思います。であとは 5.9 号機も当たりがしっかり入ってる感じだったでしょ。だからどの機種ってもあの当たり台がまあ入ってるっていう感じかな。その辺りは今まで来てる時もあの感じてたので、でまあその中に今日は窓巻き1と2が全体的に強かったんじゃないかなと思います。実践終了です。お疲れ様です。終了時刻が21時30分というわけで、今日は朝からこんな時間まで打っちゃいました。結果からいきましょうか。投手が全部で50本、47枚東のホルさんなんで2350枚になりますね。で回収が、203枚というわけで、マイナスの2147枚という結果になりました。お疲れ様です。今日は、まあ、今まで打ったことない機種を打とうと思って、まあ、朝一は玉 V行って、まあ、展開的にかなりきつかったんですけどね、まあ、昨日がちょっとお銀ちゃん、超絶ちょろいんだったんで、まあ、今日やれるかなっていう感じはしたんですけども、まあダメでしたね。まあ、ただ展開負けしてる感じなんで、もうこればっかりはもうしょうがないかなとは思います。まあ、ただ店内状況は、まあ、正直今まで僕が、来たKパー大阪本店さんの中では、まあ、一番に抜群に強かったと思います。窓間際ワンツーどちらももしかしたら前代系になってる可能性あったし、まあ5-06っぽいのもありましたしね。でグラフもしっかりプラスの台が多かったですし、で今日はね全部回りきれてなかったので、まあ、見えてないところでも他に多分あの感じだったら入ってたんじゃないかと思います。バラエティの恐竜先生も強そうでしたしね。今日はちょっと回すのに必死です。ちょっと店内状況しっかり見なかったのはちょっと悔しいところではありますけども、まあ
しっかり入ってるのも今日目で見えて分かったので、次来る時も、楽しみにしております。収録ももしかしたらするかもしれないので、皆様もよかったら遊びに来てみてください。というわけで久々の大阪での収録実践だったんですけどね、まあ、結果残せずかなり残念でした、次来る時はしっかりプラスで、そしてこの番組の次回はね、これまくれるように頑張りたいと思います。それでは、次回でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。